5月15日、花畑の様子です。葉っぱの様子を撮りたいと思います。3列目のチューリップ、白色チューリップ。だいぶ葉っぱ黄色くなってきましたね。これは白色のやつです。一番最初の咲くやつかな。あと何日、1週間ぐらいしたら掘り上げられるかな。あとはこっち、こっちのプスキニア、プシキアとかいう、私はプシキアって呼んでますけど、プスキニア葉っぱだいぶ枯れてきましたね。こんな感じ。だいぶこんな状態なので、そろそろかな、掘り上げ。あとはうん、次に高峰上がってるのがこちら、早咲きクロッカス。小輪の方のクロッカスで、葉っぱだいぶ茶色くなってきました。黄色く茶色く変わってきました。これもあともうちょっとしたら掘り上げられるかな。あとはこの辺も枯れてきたけど、クロッカス、遅咲きの方、大輪の方のクロッカス、これはもうちょっと先ですね。あとちょっと草だらけになっちゃって、放置気味の畑になってます。紫の、この上の紫のチューリップはもうさよならしようと思います。あんまり生育良くなかったので。あとは候補に上がってるのは今んとこないかな。みんなこんな感じなので、とりあえずそんくらいかな。あと葉っぱの先っちょだけ枯れてきたヒヤシンス、こちらだんだん先の方枯れてきましたね。ヒヤシンスは暑さと湿り気になんか弱いみたいな感じがするので、早めに掘り上げたいと思います。でもまだもうちょっと先かな。あと東海地方先かな。これは他のやつはまだ青々としてるというか緑です。こんな感じの花畑でした。